チューニズム、バージョンアップか。何が来るんだろう。自分の知ってる曲は、シルブプレジデントも入るんだ。おお、竹とおろち、入るの？お、コラボだ。東京リベンジャーズじゃん。こん中に、チューニズムしに行かないやつ、いる？こん中に、難しそう。って日寄ってるやついる？いねえよなぁ。って言いたいだけだろ。注意、この動画は、タキシュエンジュイ音ゲーマーが音ゲーを楽しんだり、地獄を味わったり、なんやかんやします。一曲目はクライベイビー。これ、大丈夫なのか？ふふん、霊夢ちゃんを侮ってもらっては困るよ。どうするんだ？マリサ、握手しよ。うん、急に握手なんて求めてどうした？はい、握手。私の新しい能力。タイムリープ、それがやりたかっただけだろ。オールジャスティス！トリプルエースプラス！2曲目は、盾。なんでトリプル D がついてるんだろうな。さあ、なんでだろ。難易度は14プラス。ああ、こういう感じね。簡単。クラブ回収 RGA の会場はここですか？まあここからミスしなければいいから。ここピアノタイル。うわ、チューニズムにも音劇みたいなの降ってきた。プラスになってだいぶ進化したな。うわ、竹生えた。これ、だんだん伸びてってたりする？うわ、竹だらけでスクリーン入るわ。スクリーン入るってなんだよ。っていうかここ情報多くて難しい。ああ、6個もミスった。いや、見えにくいわ。ピアノタイルパート2。そういえばソフランは自重してるんだな。そうだね。ソフランゴリゴリつけてくると思ったから、ちょっと拍子抜けしちゃった。まあもう10ミスだけどな。この曲って、後半激しいから耐えれるかな。お、これは霊夢ですか？そのフラグ、へし折ってやる。ああ。ここホールドあったんかい。今ので5ミス出たぞ。耐えれるかな。うお、竹に竹生やすな。死ぬ死ぬ。やばい。死んじゃう。あ。ニューレコード。ランク、トリプル B。ああ、新曲楽しかった。死んだのなかったことにしようとしてる？さあ、ツイッター見よ。逃げた。うん？なにこれ？エンディミオン？コラ画像かな？公式かよー。